イーバルディは北欧神話に登場する小人の一人。イーバルディは鍛冶屋であり、その息子たちによって渋の髪、スキーズブラズニール、グングニルといった宝物が作り出されたという。これらの宝物はロキが渋の美しい髪を切ってしまったことを発端とし、その代わりになるものとしてロキが作らせたものである。この神話ではこの後、ロキが同じくドベルグであるブロックエイトリー兄弟と賭けを、 行い、兄弟によって、別の宝物が生み出されることとなる。この行きは、スノーリのエッタ第2部、死後法に詳しいが、他に、同第1部、ギュルビタブラカシ第43章、コエッタの、グリームニルの言葉第43節において、イーバルディのコラがスキーズブラズニルを作ったという趣旨で、簡単に説明されている。別のエッタ氏、 王人の渡りガラスの呪文化第6節では、イーヴァルディの年長の方の子供たちの中で、最も若き者として、イズンという名のアールブが紹介されている。この詩を英語に訳したエーモス・サイモン・コトルは、訳中で、ブラギの妻である女神イズンとは違う存在であると、中記している。ありがとうございます。